なってます。あと、まあ、その、聖徳太子の勉強をちょっとしまして、簡易12回というね、これすごいです。あの、和をもって尊しなすというね、言葉がありますけれども、和を重んじる、これこっちもそうなんですよね。和を大事にするための法律、あの、簡易12回というのがあるんですよ。人間が生きる中で最も上位な生き方は何か、徳です。次は仁、次は礼、信、義、知という順番になっております。ところが欧米では全知全能、知恵がある人が一番です。中国は仁義礼智信、これはね、あの、孟子と孔子と荀子が作ったんですけれども、仁、あ、次義なんです。だから礼儀よりも義、正義が正しいんです。だから喧嘩ばっかりしてるんです、中国って。信、一番 最下位です。なぜなら人は疑ってかかれというのが中国です。でも日本は知、義、信です。知恵は大事ですよね。知恵は大事だ、だから勉強していくと優れて結果を出します。結果を出すから自分が正しいという正義になるわけです、ね、そして喧嘩をするんです。でも信頼関係があれば喧嘩しないんです。でしょ、ね、でその信頼が厚い人は礼儀正しいですね。で、人のために尽くす、これ全てを持ち合わせている人のことを徳という。